ゆうた、ひょうが、金持ちは靴下を履かないヤマト、コマンドです。目覚ましい。今日は何？本日もやってまいりましたー。おお。ということで本日の企画、超過酷エスカレートショッピング出たー。ということでね、これ毎週毎週やってきてる企画なんですけれども、前の人の買い物より高い買い物をしてこなきゃいけないっていう地獄の企画なんですけれども、ゆうたくん、あむぎりくん、ゆうまくんの順番で今3人目まで行ってて、次ひゅうがくんですよ。うん、俺まあなんか大体10、20、30ぐらいで上がってきてるよね。あ、もともとそう、本当にだから10、20、30、400やね多分分かんない。じゃあ10、20、30、400、8億やべえ桃鉄え、桃鉄っていうの8億、桃鉄みたいなキャタ出てくる。あー確かに桃鉄並みのね。そう、まあ、つなことで俺の番やな。いや、ちょっと怖いんだよね。だから結構お金持ってるぞ、この人。いけ、ヒューガー任せろ。まあ、軽く3桁やな。買うのは何ですか？ゴールド。おい、ガチ？さあ、今日ゴールドゴールドーロジャーテゾーロー。お前さ、ガチ何みたいな顔何え、まあ、ゴールドだからワンピースゴールドのテゾーロオッケーやみたいな顔持ってるやん。もういっぱい違うのよ。俺が欲しいのはもう太いやつ。いっぱいつけるのは、まあ、ファッションとしてまたやるよ。やっぱ1個いきたい。まあでもそれはヒューアだけの問題じゃないから、俺らで一回会議しようか。それはそうだよ、うん、怖くない？ぶっちゃけなしだよ。ファッションに怖えとかねえから。あるやろ。ないわ。今入ってこないで。メンバー3人で話してるから。ごめん。何？じゃあちょっと話して。話して。いいよ、続けて。寒いのかな、あいつ。俺はね、つけてた方がいいと思うんで。俺、ヒューガと一緒に歩いてるとき、俺まで悪い人みたいに見られるの好きなんだよ。そうなんです。俺、ユーマと歩いてると、俺がこう、金つけてこう歩いて、ユーマがメガネつけてこう歩いてるから。普通めっちゃ怖いの。組み合わせ的に。うん、全く声かけられない。で、この間、表参道ユーマとかっこよく歩いてたわけですよ。そしたらファンの人が、近づいて、すいません、ヒューガ君と、応援します。ガチで、うん、ちゃんと動画見ろ。俺昨日奇跡起きて、原宿歩いてて、うん、本当にスケボー少年みたいな4人組、ビーニーかぶってフードかぶってみたいな人たち4人組が信号待ちしてる俺に、すいません、マジでいつも見てます、コムドットのですよね、ヤマト君。奇跡や。奇跡や。いつも見てて。ガチか。どうやって対応したの？いや、言うたね。そうだよね。違われたりしますけど。さっきもボン声かけられてた。俺いなかったんだけど、なんだっけ、なんか爆走してたのよ、車取りに。走ってたそっち走ってたら、ボンさんみたいな女の人が電話中だったの。ボンさんですよねみたいな、そうですって言って走ってもらった。ありがとうございます。いいな。何勝手に喋ってんの？長尺自分で分取って。ということで4番目のヒューガ君、うん、前回ユーマ君が使った期間が31万円だったので、それ以上のお買い物をしていただきたい。いや、余裕だね。てか危なかったわ。あいつは幹がない。コーセット、そのミキじゃない。じゃない。じゃなくて、これがないってことです。俺が1番目だったら初っ端からもう崩れた。みんなが多分俺がいるからね、一応。だからヤマトには派手な買い物してほしいっていう意味も込めて、まあ派手に行ってやろうかなって感じ。まあてな感じでね、まあもう今日はヒューガ君の車で、ヒューガ君の行きたい行き先に向かっていただきたいと思います。それではやっていきましょう。ヤクー、はい、ということで向かっていきましょう。珍しいわ、鈴木が前にいる。懐かしいね。まあ確かにいつもあっちゃんとか結構来たもん、ね。まあでもこのドライブ感覚は結構チェンジで行きたい。チェンジローバー。いや、レンジローバー関係ないでしょ。それさ、やってるけどノリとして。レンジローバーは関係ないよ。だってチェンジローバーって言ってんだよ。そうでーす。いや、お前じゃなくてヒューガに言ってんだよ。いやだからまあそれは汲み取ってんだよね、ユーマが脳の中でレンジローバーをチェンジローバーにしたこと。じゃあでもこれノリとして違かったんだよ。お前レンジローバーみたいに言ってるやんとか、お前エルメスみたいに言うな、みたいな、そういう感じのノリだったよね。セコメスとか言ったけど、そうそうそう、だからノリ違うんだよ、これ。違うノリなんだね。けど融合された結果これになっちゃったっていう。いや、めんどくさくなったんでしょ、ツッコミみんな。え、補正面倒さってこと？いや、補正面倒さ関係ないでしょ。これは合ってるよ。これが正しいんだっけ。いや、それはじゃノリとして正しいってわけじゃなくて、会話として。なるほどね。もっと補足情報入れるみたいなノリもあったじゃん。関係ないでしょ、ない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 みたいな。
ない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 関係ないでしょみたいな。ああ、なるほどなるほど。だからコールオブビューティーってこととか言われたら、コールオブビューティー関係ないでしょ、ない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 でしょ。コールオブデューティーね。いや、何お前あれ戦うゲームね。綺麗にしてんの。可愛い。いや、笑顔だるいな。可愛いっていうのキモい。てかさ、俺思ってたんだけどさ、ユーマが可愛いっていうのだけなんかやけにキモくね。ゲイだから。そうしてないよ、ゲイだねよ。かもしんないぜ。あ、いや、お前テンションマジ。人の車ね、普通に。これハマってます。あのさ、YouTube ってさ、結構さ、バーンってあってさ、その企画の醍醐味みたいなとこがやっぱ後半部分に来るわけやん。で、俺らってその、なんていうの、前儀めっちゃ長めやん。見てくれてんのかな。いや、気になるマジで。前儀を見てくれてんのか、飛ばして最後見てんのか。まあけど前儀だけ好きな人とかもいるからね。ドライブトークみたいな。うん、なんで前儀っていうのお前。一気にみんな見にくいわ、親とかとか。見にくいかな。ミニクーパー？ミニクーパー関係ないでしょ。 A ちゃんが頑張って買ったミニクーパー。これね、これね。オッケーオッケー。そうそうそう、これ結構リスキーなんだよ、ね、これ難しい。初期のノリ。これ頭疲れるからめっちゃ。これがなくなった原因って何か知ってる？これ浦田なんだよね。これ浦田が噛んで、噛むのが面白いみたいになっちゃって、このノリ多分死んだんだよ。ノリって死ぬよ。俺は何個殺してるノリ？結構殺してるんじゃない？殺しまくってるのに。まあ、大体ユータやな、ぶち壊すの。ユータユーマやな。ユータユーマだよ。俺タイムとって結構ノリに真面目だから。結構ちゃんとやんのよ。結構、結構真面目にこなすの、その辺は。俺は、うん、お前ノリやったことないやん。でもだから字が強いからじゃないですか、やっぱ。なんかいいね。成果が出ると喜び合うんやね、お互い。成果が出たんだ。あ、盛り上げました、やりましたね、アムギリさんのハイタッチでしょ、今日の爪痕。なんでその爪痕ってお前毎回ゲストみたいな。毎回お前主に出てる人が言うことじゃん。違う、今のはユータの手柄だわ。お前らそうやって言うたら面白さを隠してる。ユータが受けてるはずなのに、ユーマとアムギリのなんか変な盛り上がりでお前らおもろいみたいになってんだよ。間違えんだよ、マジだよな。お前やった。そういうことか。嬉しい、ユータ以外。まあ気持ちいいじゃ気持ちいいね。ユータの面白さランキングを下げてるのは浦田ってことで。じゃガチで言うなと思う。俺本当にそうだと思う。すげえ、人下げて1枚登り詰めたの実力ですか。長く喋んな。だってさ、ユータがさ、ボソッと突っ込むわけやん。でも、だいたいユーマのバーンで消えてんの。そうそうそう。だから、ユータのナイスアシストをさ、レイアップぐらいで決めればさ、ユータのアシストかっこいいってなるけど、もう豪快にダンクしちゃうから、もうダンクしか目いかないみたいな。バックダンクだしね。結構目立ってるから。今日もピッタピタですね、ヒューに。あっちゃんも人の笑い奪うよ。てか、だいたい人の笑い奪うっていうか、ユータの笑いを4人が奪ってる、普通に。結構あるんですよ、ね。うん、いじめてる全員が多分。ユータ誰にいじめられてる感覚か。ヒューガやな。俺結構ユータの時盛り上がるやん。いや、そのツッコミバンって言った後にビタタトイで消される。あ、ユータのツッコミをビタで例えちゃうってこと。例えてたっけ俺って昔。いや、あんまり例えてなかったよ。結構やっぱアグレッシブな感じだったね、ヒューガって。でもなんか最近なんか職人みたいになってきちゃったから。アグレッシブな日もあるやん。うん、いや、ないな。あるわ、お前ふざけんな、お前。いや、いろいろやらされたりしてんだろ、変なポーズとか。変なポーズとか。あのコーヒーの、うん、やっぱりおもろさの絶頂ってあるよ。俺けど最近だと肩の自分超面白かったけどね。俺爆笑したけど、自分で自分見て。やっぱユーマとかもそういうのあるの？自分これは当てたなーっていう。いや、僕って狙いに行った時全部外しちゃって、あんま狙ってない時に受けるんで、あんま覚えてないんですよ。意識してない時に受けるってしまうとか。いや、でもあのダッシュとか結構おもろい。ダッシュが絶対に100で面白いのはね、結構強みだと思うよ。で、武器やん、もう。やった、またつけなきゃ、もう増産していくよ。量産しろ。増産してる。あっちゃんは？俺はね、ちびまる子ちゃんとか結構気持ちよかったです。あちゃんとして、ちゃんとしてて、3つ目でボケ。あー、なるほどね。いや、俺セル超面白かった。面白かった、面白かった。セルクソ笑った俺。ヤマトは風呂が面白かったな。あれ俺の結構素な感じだから。旅行の時俺あんな感じじゃない。うん、切り替えだ。なんだろうね、興味ない。もう長いからさ、付き合いが。もういいんだ。もうなんか別にもういいんだ。いいからみたいな。あるのかも。もう見なくてもいいし、先輩と見て。確かに。やっぱもうどうでもいいわけ、その辺。でもちょっと待って、あんたたち話聞いてた？聞いてます、聞いてます。
何してた、ゆうた。いや、こいつらなんか変だな。そういう奪い方もするよね、ゆうまとあっちゃんって。めっちゃゆうたが面白そうな話してる時とかにさ、二人でニヤニヤして顔抜き、結局ゆうまとあっちゃんいて、ゆうたんテロップ入んないみたいな。いつもさ、オープニングとかさ、部屋で撮る時とかってこの2列になるやん。だから車画角は唯一横並びになってんのよ、あんたたちと。やっぱやばいよね、ほんと。よく見ると、だって今ヒューが話してる時とか、ゆうまがあっちゃんの方にこうやって顔やって、なんかみたいな。で、アムギリが本当な指で全員無関心なんだよ。けどそしたらヤマトだけだわ、みんなのことちゃんと好きなの。そうだね、俺話聞かないっていうか、耳傾けてない時あるけど、ヤマト興味あるわ。そうね、5人で話してて、フリートークっていうか回してなくて、ヤマトがやっぱ一番よく聞いてくれるもん、うん、ああ。てかヤマトに話してる、割と5人でいても。ヤマトあっちゃんに話しかけてない。聞かないもん。聞かないから。聞いてる。いや、聞いてないよ。絶対聞いてない。だ、聞いてないの分かるし、別に聞いてないのうざくないから、うん、単純にヤマトが話聞いてるから、ヤマトに言うみたいな。確かに、聞いてるって聞こえてるって感じなのかな。どうなの？分かんないです。いや、分かるよ。聞いてる。いや、本人だから、てめえ。なんで分かんねえんだよ。俺ら一生わかんないから。うわぁ、マジ、ほんとボコボコにしてこいつ。ふらってんな。なんでだよ。わかるよ、聞いてるか聞いてないか。わかんない。バカじゃねえのか、お前。どっちなんだよ。別にだろ。聞いてんの？つもりは聞くつもり。聞いてるつもり。え、なに？で、実は内容はわかってんの？内容は大体わかってる。で、大体なんだよ。派生とか忘れちゃうことある。じゃあさ、俺が前日にさ、明日何々持ってきてくださいみたいな言った時に結構忘れちゃうのはなんでなんですか？寝ちゃって、起きたら忘れてるパターンが。これね、結構ひどいじゃん、この人結構忘れちゃうじゃん。ヒューガもさ、この間なんか忘れ物をユーマンチしちゃったから、ユーマン持ってきてって言ったのに、うん、持ってきてくれなかったみたいな、ね、結構念押ししたのに持ってきてくれなかったみたいな、ある、ね、で、反省してたっぽくて、こいつなんかゴータに、ゴータ君ちょっと忘れちゃいそうなんで連絡してもらってもいいですかみたいな。え、どういう後輩の使い方だと思う。確かに。え、だってもう LINE とかで打っときゃいいやん、メモすりゃいいやん、自分なりにロック画面にするとか、ね、そう、うん、夜ね、ゴータにお願いして、何してんだと思う。だからヤマトは好きだから、人に関心があるからムカつくんだよ。ユウマにムカつかんもん。一回ムカつかない。ユウマが忘れても面白いって思う。もう変なこいつっていう、受けて終わっちゃうもん。俺注意しない、ヤマト注意してくれるから。変なぐらいダメだもん。そう、意味わかんない時に、意味わかんないタイミングで持ってこないとかあるやん、うん、おー、ユウママジかで終わり。そんな感じだよね、俺。忘れても、うん、あっちゃんもそういうの忘れないかな。あー、ちょっと俺あっちゃんがマジでクソムカつく話していい？俺迷ってんだけどさ、殺そうか。俺が理不尽なのかもしんないんだよ、本当は。え、こうやってやっちゃったこと。それ理不尽や。ごめん、ヒューが続けて。たまにさ、車で運転自分がしてて、じゃああっちゃんここに乗ってて、うん、車降りて鍵まで閉めるの嫌だからさ、買ってきてって時あるじゃん、運転手って、うん、買いに行くなら俺の水も買ってきて、うん、とかの時に、あっちゃんに頼むと、戻ってきた時に毎回、あ、やばい、忘れた、本当にお願いされてたのにすいませんみたいな、で、言ってくんので、俺もお願いしてるから怒れないのよ。いや、まあまあまあいいけどみたいな、うん、って言うと、すいません嘘ですみたいなのが あんの、しょっちゅう。それが10回ぐらいお願いすると、うん、8回ぐらい、あ、忘れたって言って持ってんの、うん、けど2回ぐらい本当に忘れるの。あ、お前さ普通に買ってこいよ。その普通に、はい、やれ、1回ぐらい、10回あったら、10回中8回ふざけて2回忘れるって、お前毎回俺イライラすんの、多少本当に。けど買ってきてくれてるから怒りきれないや、うん、で、忘れても怒れないし。やるやる、俺も被害者やるよね。やられたことある。なんか おにぎり買ってきてって言って、俺の言った具がなかったみたいな感じのことを言って、あるよーみたいな。それもあるよね。あら、全然ある、本当にある。その目的のものはなかったけど、代わりには買ってきましたみたいに言って、目的のものをちゃんと持ってきてくれてる時はある。なんか気になるんだよね、反応が。お前変態やろ。ヒューガが僕の家に財布とか鍵忘れるの。で、それをこっそり持ってって、下降りたタイミングでヒューガが気づいたのを渡す。ユウタとかもよく芝居ってんじゃん、うん、それ。このあっちゃんね、ガチ腹立つから。これガチ嫌なんだよ、俺も。え、けど最近ね、俺それ以前に止めることを覚えたんだよね。例えばヒューガが財布を忘れて、下で気づいてあっちゃんがあるよ、うん、がこれが普通やん、うん、で、家のタイミングでまだ出ようともしてないのに、アムギリが財布を取ろうとしてたことがあった、俺の。俺が、まあ俺が忘れるであろうなっていう位置にあったから、財布。けど俺は別に覚えてんの、財布持ってこうって。で、パッて財布見たら、アムギリが持ち上げてるから、そこでボコボコにしてやった。うわー、いいな、めっちゃ気持ちよそうだね。それは気持ちいいよ。それめっちゃいいね、チャットジャパン。ということでね、
行き先を言ってなかったと。おお、だいぶ言ってなかった。視聴者の人も気になってる。はい、アメ横に行きたいと思います。おお、新しい。楽しみでーす。アメ横に金のお店があるんですか。そうですね、ゴールドが売ってるお店があります。ここに行きたいと思います。じゃあ僕たちは同行という形で、じゃあ行きますか。はい、ということでアメ横到着しました。おはよう。いい街並みです。え、みんなで来たの初めてじゃね。来ること自体初めてかも。俺も多分1、2回ぐらい。ほぼ初めてっちゅうことやな。ほぼ初めてです。浦田、東京初めてなんだって。東京、お前初めてなん、東京。東京って何。バーだって何みたいな。やめて、今ガードマン大変な時期なの。大変な時期や。時期って受け。時期大変だから。もうお目当てのお店があるんだよね。ある。任せる。それとも一緒に行きたい。さすがに高いもの一人でなかなか選べないなっていうのが。じゃ店の前までみんなで一緒に行こう。うん、はい、そうだね。じゃ行きますか。行こう。オッケー。どんなのが似合うと思う。全車撮ってるよ。これ一緒撮るぞ。はい、一緒撮る。しかも2000のと、うん、景品と1000のと。たくさんお店があるんですね。いや、ちょっと待って。てめえらさ、何何なんかさ、マジびっくりした今。いや、俺関係ないよ。何してた。背殴らな。うえー、ガチ何してた。今から説明を。すいません、あっちゃんがここ硬化したかなって言ってたから。そうだよ、こうやってやろうとしたら冷たっちゃって腐って刺さっちゃいました。謝ったり、大丈夫だよって言ったりしてたの。なんで前が会話してんのに降下したかなみたいな言ってんの。電車撮ってうるさいだろうみたいな。どう見たって降下しただよね。なんでわかんねえの。一応伝わんないじゃん、この画面見ててさ、わかんない人もいる。その人のために降下。音だけじゃね。そうそう、うん、やめた方がいいよ、あんまこう絡むの。うわっと気にするよ、あっちゃんに。びっくりした。小学生だったら泣いてるよ、俺も。焦った。焦っちゃった。どっちも泣くよ。泣かせちゃった方も泣いてる。先生来る前に泣き止んでる人だから俺。すいません。前は前でトーク進めてって、後ろは後ろでトーク進めてるみたいな、変だから。こうやって交換しちゃうよねって前に言うのは分かるけど、前は喋ってるのに後ろでやってるって変だ。そうっすね。ふざけんなよ。ごめんなさい、こもったら5人で1個や。5人で1つ。じゃあ行こうか。あーちゃん、どんなのが俺に似合うと思う。やっぱゴールドを買いに来てんだよ。ちょっと。もっとなんかついてるやつとかさ。あ、いや、ブレスレットとかいいんじゃないとかさ、いろいろある。もう一回行こうぜ。いや、じゃあテイク2。あーちゃん、どんなの俺に似合うと思う。ゴールドのキューが右腕しましてんじゃん。少なかった。いつも何見てんだよ俺の。ビトン行ったばっかだ。いやー、痛い。おいおいおい、おめえか。おめえやったら。俺じゃね、おめえなんだろ。おめえよ。骸骨じゃないんだから。入ってたよ、ここに。叫びやがって。ね、首はやめなきゃ。ルール決めようぜ。首はやめよう。やめないで。ないけどね、首。首だけじゃなくて、ちょっかいやめよう。ここ撮影なってないから。まあ、キーが分かった。うん。キーがピアスにしよう。いや、開いてないのよ、俺。ちょっと開けよう。まあ、まあ、別にあり。全然ありなんだけど。お前何してる。マジ俺まだ。やれよお前。何してるの。じゃあ俺が一人でに言うやつだと思うんかい。誰ゆうたにやったの。浦田のここにシワ寄ってんのは見えたけど。あ、浦田やん。じゃあ言っといて言っといて。いや、ゆうもでしょ。いや違うよ、俺も誰だよっていう目してた。なんでお前が誰だよって。ゆうたがこうやってやってるから、誰がそんなことしたんだと思ってこうやってやってた。お前がやったんだよ。正直に言いなよ。ヤマトです。ヤマトです。ヤマトです。お前じゃねえかよ。ちょ、待って待って、否定する間はくれよ。お前かよ。否定する間はくれって。なんでそれやったんだ。じゃ、俺だよって認めてからそれや。お前さ。じゃ、俺じゃないって言ってる。 YouTube だよね、これ。ちょ、俺じゃないんだけど。撮影中ね。ゆうたやってって。ふざけてるから。動画とかも通ってるって説明してんだよ。真面目にやれ。ここね、ガチちょっかい出すね。正当防衛ね、これ。じゃあ、もうあれかよ。もう軍人かよ。あ、オッケー。そうそう、俺後ろ行く。あ、オッケー。周りを見る、俺がちゃんと。じゃあ、キューちゃん真ん中でいい。オッケー。どんなのがいいと思う。キューがやっぱ、あの、体がすごい太いやん。で、骨太やから、うん、結構やっぱ太いチェーンとか似合うと思う。はいはいはい。誰がヒューガだよ。え、ヒューガくんな。後輩役の年上。あ、これここ高架下なんだ。おい、ちょっと待て、お前ら。ちょっともう見た。撮影中に歌詞に興味持ってる。歌詞。ふざけんな。一回やられてみる。やべやべ。ほら。いてえの分かれっつってな。おい。誰だ。俺のここパシってやったやつ誰だ。どこどう叩かれた。ここをこう打つ。お前。
お前、俺じゃないよ。それを見てるのはあんたらの仕事だろ。何やってんだよ。いや、映ってる。今ぐらい。ガチやばい。今、今、僕が出て。今、やばかった。やるだろ。今ガチであっちゃんのこと俺殺してたのよ。あの本当に。なのに邪魔すんなよ。殺せなかったじゃねえかよ。俺の猫音鳴りやすい。すごくね。行こう行こう、もう本当にやめよみんな。え、どこにあんの。行こう行こう。はい、ということでね、まあ緊急事態です。渡辺ヒューが逃走しましたと。じゃ行ってくれ。で、どっか行っちゃいましたね。まあ、僕たちロケでってことですかね、これは。うん、まあ、ダメ横だからね。ダメ元で調整してみましょう。なんでダメ元なんだ、自信持ってよ。すいません、アメ横で胃を踏んでしまいました。二次経営で満足してんだよ、お前。まあ、ロケって言ったら、まずロケ弁を買わないといけないです。いや、そんなことない。回ってない時に食うやつやから。どっち出るか決めよう。こっちこっち。右は食べ物、左は遊びって感じがしますけど。お、確かに。こっち行きますか、じゃあ。食べ物の方行きましょう。はい、ということでね、すごいなんか上野で有名なお店があるらしくて、こういうところに来たら地域のものを食べるみたいな。ここ上野にもあるらしいんで、ちょっとまああるお店行きたいと思います。はい、はい、行っていきましょう。ということで、こちら上野で有名な赤からというお店来ました。やばいな、初めて来ました。こんな店があるの。辛い鍋で有名みたいな感じ。へぇ、実は上野にしかないみたいな。へぇ、まあ、噂ですけど。高いんじゃない？いや、以上高いと思うけど、まあここのなんかシステムとして辛い鍋らしいんだけど、1から10までレベルがあるらしい。じゃんけんで決めようよ。ああ、そうだな。辛さを。辛いの苦手な人、はい。まあちょっと苦手。俺もね、赤からはね、辛めじゃないの。え、知ってんの赤から。ネイティブだった今。知ってんの赤から。いや、初めてなんだけど、ね、初めてなんだけど、あ、まあ噂で調べた。そうそうそう、そう。俺はいつも10から食って腹下すっていうのがね、毎回のフローなんだ。もしも LINE みたいな。知ってんだ。あれ、さっきどんな感じだったっけ。知ってんの。知ってんの。赤からもう一回言う。でもね、俺いつもね、赤からって10から食べて次の日お腹下しちゃうっていうフローがあるよ。俺知ってんの。やっぱ作っちゃうとダメだ。じゃあ意見決めるで。はい、じゃあグッ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 。うわー、弱い。ゆうたが勝ったら何からしようとしてる。2。うおー、俺が勝ったら10にしようとしてる。10はやばい。まあでもじゃんけんやから。せーの、じゃあグッ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 。ほいー、8くらい。やめろ、死ぬ死ぬ死ぬ。8がベストやな。8がベストなんだよ。うん、そう、8がベストなんだよ。嘘、3。おお。3は全然だと思う。あ、お前嫌ならあっち行くよ。いいか。あー、ゆきはガラメチケンか、好きね。笑いそうだよ。めっちゃ見てるよ。言う前からなんかくだらなそうなこと言いそうな顔で。え、ボンの方はちょっと辛いやつにするじゃん。あ、オッケー。じゃあ俺の方8辛にしようか。飲み物。いや、みんな脱菜のガリガリ君ソーダ割りで飲む。リアルゴールド。リアルゴールド。じゃあ他はウーロン茶で大丈夫です。あ、僕ガリガリ君ソーダ。ガリガリ君ソーダ。笑っちゃってるやん、店員さん。お前が来すぎて。お前のせいだろ。僕もガリガリ君ソーダ。店員さん笑いそうだ。僕ガリガリ君ソーダ。完全笑っちゃう。以上で。よろしいです。お願いします。はや。ゆうた、ちょっとエロい目で見てた高校時代の女の子が名前出しちゃいけない。いいよ。マジで出して出して出して、画面越しに濡らしちゃえ。ガチいいのかな。え、どんどん出して。さすがに名字を伏せる。ルナちゃん。おお、もう全然手も届かないような。手も届かない。そうそう、どん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 いっちゃえ、どんどんいっちゃえ。まどか先輩。ダメダメダメ。あ、いいんだよ。ガチじゃん。え、ねえ、なんで。待って、クソガキ。なんでなんで。ということで、僕たちの本日の動画急上昇1位いただきましょう。で、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱこの動画で1位を取るっていうことに本当に意味があったかなっていうことで、まあ、みんなにさっきも歓喜だったんですけど、まあ、気持ちを入れ替えてチャンネル登録者200万人目指していきましょう。僕たちがチャンネル登録者200万人いかない可能性、これ一切ない。いや、逆にヤマトいねえの高校の時エロく見てた人。え、僕のターン来た。俺は高校の頃エロい目で見てなかった。女の人。はい、嘘。女の子をエロい目で見るとかそういう感覚が全くなくて。嘘つけや。誰かな。やっぱ
しかもそっちユーマいたのエロい感じ見てる。いや僕はいたよそりゃ、けど言ってもわかんないよ。いやけど言おう、お前にとってメリットがあるかもしれん。僕大丈夫です。ちょっと待って お前めっちゃ女いるやん。守りに走って、どうなんでしょうか。もうお前あっちゃんなんで多分みんなに切られるまで言えるもん。じゃあ誰言ってみたら。まゆちゃん、さかなちゃん。何俺の母ちゃんエロい目見てるの。ちょっとくすぐてやな。俺全然エロい目で見てなかった。すまんね、高校生活。でもその一人だけエロい目で見てた人がいて。いるやないかい。先生なんだけど、物理の先生。口大きくてすごい。そう、俺とヤマト物理できない側の人間なんで、文系だから優しく教えてくれるから。そうそう、俺のフラスコ加えさせようかと思って。形いびつやろ、お前。これでリトマスシール変わっちゃってるよ。賛成出ちゃってるよ。あ、じゃあちょっとやってみる。教科絞ってさ、あの言葉攻めするの結構面白くない？じゃあ数学教師の言葉攻め。はいはい。ビヨン2時間数になっちゃった。最悪やん。終わった延滞ってやっぱ終わってんだよ。こうなるか、白をこうやって。ああ、なるほどね。てかお前分かんないのよ。いや分かるよ、2時間差は分かる。俺数学8と9だったから。すごっ。いや、だなんか数学で言葉詰めしちゃえ。ああ、いくよ。ピュピュ。ああ、ルートで出ちゃった。ワンマンしたんだね、あそこの。じゃあ次のお題、国語。国語で言葉攻め。じゃあ僕、タイトルで1個やりますね。一役で出た。あ、一役のその、石僕、石川たこです。ちょっと待って。石川たこ僕のこと石僕って言うの。まだ出て電波ちゃった。国語ね。うん。ヨーヨーピンクになりゆく栗際。別にエロいことは言ってないから。ここがあなたの零点。まさかのコブ。いきます。そんなこんなで家が出てきまして、じゃあちょっといきますね。321で撮りますね。これ撮ったらさ、こっちにカメラ向けて。いきます。3、2、1。いや、どっちをかけてんねん。が、やりたかったね。今じゃその指示のとこから使おうよ。わけわかんねえよ。めっちゃいい匂いじゃない。すごい、マスター。うわ、おたちゃん持ってて、おたちゃん。地獄見てる。で、ここにドタマさんの歌を入れてくる。トッポギーだけど、トッポギー。トッポギーだけど、トッポギーっていう。リリックとかにして。お前、悪気味すんやん。ガチ失礼、こいつら。じゃあ次、理科でいきますか、お題は。おい、君のカバーガラス、僕がぶち破ってあげるよ。まったく、プレパラートなおくりちゃんだぜ。どういうことやねん。混ぜないで、俺混ぜないで食べるの。あ、そうなの。ごめん。いや、あむぎりを混ぜて食べるの好きだから別に謝る必要ない。はぁ、じゃあじゃあ、けんじゃね、普通に頑張る。マジやから。あ、喧嘩か、じゃんけんじゃね。お前どっち派？喧嘩してる。お前、うらさいってな、喧嘩しろや。デスマッチ、デスマッチ、デスマッチ、デスマッチ。バカにしてるやん。やめろ、トッポギ悪い幽霊の悪い。終わっちゃってんだろ、めん。これ取り分けるよ。いや、ルーレットで8から1個作る。面白くない、面白くない。面白い、面白くないでやってねえから。面白い、面白くないでやれよ。やれよ。おい、藤木帰らすぞ、パン買えよ。藤木元コーチ。藤木コーチ別に帰っても大丈夫。タクシーでなかったんだよ。めっちゃ乗せない。やべ、ほんとつま先を。別になんていうの、今のはあれでノリで言っただけで、別に俺は藤木コーチは大好きだよ。僕たちが試合会場から電車が止まっちゃって帰れない時に、飯田コーチがパン買ってくれたの、うん、で藤木コーチは早く帰りたかったんですよ。っていうのが俺らのその幼き脳みそに鮮明に焼き付いてたから、で藤木コーチもパン買えよっていう。クリスマスだっけ。
クリスマスイブ。まあそれはそうか、家族がいるもん。で、別にパン買ってくれて、別に歩きながら食えばいいんだけど、そこに泊まって食ってたの、休憩みたいな。早くしてくれよで、ユウマはホテル三日月行ってていなかった試合来ないって、そう急に。じゃあみんなでお手を合わせて、上野の名店赤からいざ実食いただきます。いただきます。先週もね、吉祥寺で赤から大変だったんだ。あっちゃん美味しい3から、まあ、ちょっとピリつく。ああ。3もそんな辛くないの。8ちょっと移してみ。え、でもね、ヒューアさん来ないっすね。来ないっすね。別に帰っちゃったんじゃないですか。てか、そろそろベンツ納車したいっすね。てか、その、すぐ来るわけじゃないんだって、車って。あ、ユーマがあっちゃう、車買えないの。やべ、忘れてた。ということで、アムギリ君の貯金額、1億円突破。おー、おめでたい。え、急にしか思ってないぞ。そんなに終わってんの。アムギリバンク。お前、投資家やん。投資家。リピートされてた。投資家や。初めての経験なんだけど、いや投資家ちゃうでとか、誰が投資家やねん。投資家俺マジ言語やべえと思う。絶対コチャンとかできないと思う。コチャン開いたらみんな何やりたいのか。ラジオ。ああ、ゆうまは。僕はレビュー動画ご飯、映画も、ホテルも俺はね、なんだと思う。あっちゃんなんなの。俺はね、ゲームとかやりたい。まあそれで言うと俺の夢って結構興味深いかも。やることバイオハザードとかやんなきゃ需要ないぞ。リトルナイトメアとか。ああ、そう、ホラーって結構需要あるからね。で、俺の子ちゃんでやりたいことなんだけど、即日お持ち帰りっていうのをやりたくて。即日お伺いします。ジンジャーエール一つ。ジンジャーエール、はい、ありがとうございます。あ、ジンジャーエール僕も。ジンジャーエール僕もウーロンサイで。ジンジャーエール一つとウーロン茶が一つ。大丈夫。いや、俺が頼んでたから大丈夫だよ。言ってない言ってない言ってない。いや、俺がウーロン茶って頼んだから大丈夫だよ。まあ、大丈夫、俺が飲む。仕方ない。で、俺がやりたいことなんだけど、即日お持ち帰り企画。即日お持ち帰り企画やりたい。俺が持ち帰る。俺が持ち帰られる看板持ってる。フリーハグ的な。あ、違う。フリーデルド。じゃあフリーハグ的なって言ったの。じゃあフリーハグとフリーディグド全然違うじゃん。じゃあお前マルマインとディグダディが同じ女性するの。ディグダディ誰だよお前。最後にさ、蜂ちょっと食わね。蜂食ってリアクションしようよ。はい、これ蜂な。うん、うわ蜂ね。辛い。うわ辛い。辛い。ジルマで飲んだら男だよ。じゃあこれ何？さっきと同じだよ。え？さっきと同じやつ、あっちに用意してたやつ持ってきてる。嘘だ。俺の中で聞く。あれ？あ！あ！わたぼ窓か。窓。うん。はい、ということで帰ってまいりましょう。ゆうた赤からごちそうさんな。はいよ、ありがとうゆうた。あ、これマジでおごですから、うん、俺もこの間のハンバーガー謎にマジでおごされてるからね。あ、最近多くないですかリアルおごりみたいな。高いしかも。いや、いいよ笑ったらとかあったら。俺、ヒューが払っといてで俺おごってるからね。今日はゆうた笑ったんだ。普通に笑った。今日は普通でしょうがない。ということでね、本日ヒューガくんのお買い物の日だったということで、で、買ってきてくれたでしょ。もちろん結構行った自信ある。あ、まあ超えたよ、さすがに。何個買ったんだけど、超えたのこれ。で、ちょっとそれを紹介していただきたい。せーの、バン。おお。この入れ物から気持ちいい。あ、グランドピアノみたいな。うん、はあ、タケミットピアノ。じゃあ、いい。うん、もういじめやなかった。やってやってやってやるわけないよ。え、いい、触る。はい、めっちゃ気持ちいいし。ピアノみたいな。なにいいかも。いいかも。じゃあ、じゃあ触らせてもらって。じゃあ何の曲。何で、違う、つまんない、お前。そんな言わねえよ、ストレートに今。やん。中にして。え？中見たいよ。ミクやろ。行くよ。はい。視聴者の皆さん、こちらです。音がすごい。じゃあ目開けてください。はい、せーの、ほい。うわ。まあ本物の金できました。うーわ。すっごい。値段だよね。まあこれ値段。え、ちょっと気になる。30ちょいなんじゃない。値段65万。うーわ。
チカチ。えぐいよ。バイタ。俺らでもこんぐらい引いてるってことは視聴者さんも相当引いてると思う。まあ口座が手になったってことやな。あ、結構全然重みが違うわ。おお。え、なんかほんとすごい悪い人になっちゃいそう、ヒューガーが。うん、なんかすごい心配、俺らは。余裕で超えたと。34万オーバー。そうなってきたら鈴木社長が66万の買い物しないといけないな。まあしょうがないよね。だって欲しいものを買わなきゃいけなかったわけで、32万の欲しいものがなかったから。いらない32万より欲しい65万だよ。やっぱ金が好きな理由があるの？いかちい。いかついならさ、もっとなんかワニの尻尾巻いちゃうとかさ。なるほどね。それは俺からしたらいかつくない。かっこいい。それは背中にさ、オロチドッポとかこう背負ってた方がいかちい。いかつい。それはね、かっこいいんだよね。価値観むずいな。そう、いかついはここなんだよ。あ、じゃあなんかある。いかついリオレースここに置いとくと。それをどうすんの？それでどうすんの？マジレスはオツでしょ。マジレスはオツでしょ。まあこの買い物企画も第4週目まで終わりましたと。まあ皆さんね、無事にエスカレートしてってるんで、まあ来週の僕で終わりと。65万円の買い物をしたんで、僕は66万円以上の買い物をすると。まあ多分666、悪魔の数字なので完璧にそうなっちゃうんだよね。これがこの地元に来てるってことに意味がある。だからこの動画がもし面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価、高評価の数を66,666にした場合、いいよね。それじゃあまた次のやりすぎでお会いしよう。ベイビー。カーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に、目覚めの一杯はアイスコーヒー、髪かき上げながら浴びるシャワーに。